はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、新情報、リュウリンクスの新情報で、ゼアルワールドのキャラクターのレベル上限が、30から35に、引き上げられまして、で新しい報酬が何枚か、実装になったんですが、ついにですねデスティニーレオさんがですね実装になりまして、いや本当おめでとうございます。これ使いたかったんですよ僕悔しいですでしょうね、でおなじみのフォーさんの、エースモンスターでナンバーズ88ギミックファベットデスティニーレオ、このモンスターどういうモンスターかっていうと、簡単に言うと特殊勝利モンスター、エクゾディアとかと同じような感じで、ちょっと効果を先に説明していきますね。レベル 8×3 っていうかなり重い条件で、作るモンスターですね。でこのカードにデスティニーカウンターが3つ置かれた時、自分はデュエルに勝利すると素晴らしい、デュエルに勝利できるんですよ、カウンターが3つ置かれた状態だったら。でじゃあどうやってカウンターを置くかっていうと、一旦に一度自分の魔法トラップゾーンにカードが存在しない場合、このカードのエクシー作用を1つ除いて、このカードにデスティニーカウンターを1つ置くと、でこの効果が発動するターン自分はバトルフェーズを行えないという、そういう非常にね重い制約を持っています。で、これかなり難しいところは、カウンターなんで、例えば月の書で裏返してもう一回反転召喚してもう一回カウンター置くとかはカウンターがなくなっちゃうんでできないんですよ。だからこのカウンターを置くっていうのは基本的にその3回3ターンかけないといけなくて、でさらに自分の魔法トラップゾーンにカードがない状態じゃないといけないんで、だからその相手の例えば盤面をそのデモンズチェーンとでロックするとか、そういうことはできないんですよね。だからマジで単純に3ターンなんとかして、魔法トラップカードあんまり使わずに耐久する必要があるんですよ。でこのモンスターにそもそも耐久力がありませんので、基本的にロックする方法をこのメインギミック以外に用意しなければいけないと。これね先言ってきますけど、このデッキマジで成功率マジで 1% くらいんじゃないかなっていうレベルです。やってみたけどランク戦でマジで決まんなくて、うち魂で一戦だけ決めてきたんで、ぜひそれをね後でお送りしたいんですけれども、マジで決まんない、マジで成功確率マジ大会 1% ぐらいで、どういう風にやっていくかっていうと、ラーの使徒を送りつけます。今回は相手にこれ相手の盤面に送りつけるとすごい強くてですね、ロック性能が、このカードがモンスターゾーンに存在する限り自分はラーの使徒の効果でしかモンスターを特殊召喚できないと。でさらにこいつは神のアドバンス召喚以外のためにはリリースできないんで、まあ、例えばなんかそのアドバンス召喚普通に、ね、帝とか、あとそれからサンダードラゴンとか、ああいうモンスターをリリースしてアドバンス召喚とかできないんですよ。でさらにモンスターを特殊召喚できないんで、かなりねロック性能が高い。で魔法トラップは今回捨てました、もうサンダードラゴンとかのデッキに勝てればいいかなと思ってなんで、今回は、デスティニーレオを、まあ、先行で立てれるようにしながら、ラーの使徒を相手に送りつけるっていうギミックをメインに組んできましたね。でコンポパーツ全部で6枚あります先行で6枚のコンポパーツをかき集める必要があるんですよ。でこれどういう風にやっていくかっていうと、基本的にビーナスっていうね、このソーサル対抗者ビーナスっていうモンスターがいて、これかなりソリティア性が高いんですけど、このモンスターすげえ強くて、これ500ライフを払うと手札デッキからこのホーリーシャインボールっていう白い玉白玉さんを出してくれるんですね。でこのギミックを使うとコンボパーツ6枚とかであれば結構ね先行でも揃うんですよ。馬の骨の対価とか、あとそれからワンダーワンドとかでドロー加速ができるんで、でこれほらライフポイントを肩代わりしてモンスターを1枚、つまりカードを1枚生成できるっていうカードじゃないですか。だからこれでアドバンテージを稼いで、手札をめちゃくちゃかき集めて、でコンボパーツ揃えていくと。で今回コンボパーツは全部で6枚あるんですけど、ガーディアンオブオーダーでしょ、それからラーの使徒、それからモックスする使者が2枚で、ギブアンドテイク遺言の仮面っていう、まあ、この6枚ですね。基本的にめちゃくちゃ成功確率低いですけど、これくらいじゃないとこのカードで勝利するのマジで無理なんで魂で勝利してきたんで、ぜひその様子を皆さんにご覧いただきたいなと思います。デュエルスタンバイ。このハンドはまあミーナスしてるからワンチャンのか。モンスターをしょ、モンスター効果マジで決まんねえんだよな。とりあえずサンダードラゴンはありがたい。もうなんか魔法トラップ捨てられた時点でサレンダーだからね、もうほとんど。まあとりあえずビーナスと馬の骨あるんでやってみますか。ビーナス効果、玉生成、白玉生成、
で、デッキ出してたのにもう一回生成。ビーナスさんはね、これアドバンテージめちゃくちゃ稼げるんでね、このモンスターめちゃくちゃ強いですよね。今の状態が先に使う。ちょっとおナイス、これナイス、これナイス。ちょっとボイスが若干そのフォーさんじゃないのかちょっといただけないですけれども、おそらく私最強のスキル、編集っていうスキルで、顔をはめ込んでると思いますけど、ね、はいはい。でこれでマンツー同士フーほっ、悪くないね、悪くはない、悪くはないね。で馬の骨の体が発動していく。馬の骨の体がホーリーシャインボール、よし手札がめっちゃ増えた手札めっちゃ増えた。煉獄は後でいいかな。煉獄は最悪そのデッキの枚数調整に使えるんで、闇の量産工場発動。さあ俺は墓地の通常モンスターを2体回収していくぞ。いやこれワンチャンあるぞ、これでワンチャンある、これはねワンチャンだよ。で大光車発動で、ドローソースまだ、ワンダーランドがあるんで、これは新しいねビーナスの必殺技で、これ天使族2体生成すると魔法使いつけるんですよね、エクシーズモンスターでこれ強いんですよね。これシャイエンエルフを出していくと、こいつ魔法使いなんで、ワンダーワンド装備して通常できるっていうこのためだけに使われるワンダーワンド発動で、ワンダーワンドの効果によって2枚ドラ、あと4枚か。いやここでなんかドローソース引けないとちょっときついかなって思うんだけど、あー微妙だな。これ煉獄使うしかないか、煉獄使うしかない。ここまで行って俺サレンダーするの嫌だぞ、ここまで行って俺サレンダーする。あーナイス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 、まだ繋がる、まだ繋がる、あと3枚でしょ。いやこれいける、ここで引けばいけんのか、ここで引けばいける、ここで引けばいけんのか、これで。でも引くっていい、これあーオッケーオッケー、1,2,3,4,5,6、いった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 、いくよ。まず黙する死、間違いな、まずは黙する死者を発動。黙する死者の効果によって墓地のホーリーシャインボールを特殊召喚、そして手札からガーディアンオブオーダーを特殊召喚。このモンスターは光特性モンスターが2体存在する場合、手札から特殊召喚できる。そしてスキル発動シフトアップ、全てのモンスターをレベル8に変更、さらにレベル8のモンスターが3体。いくぞユーマン、俺はレベル8のモンスター3体でオーバーネットワーク構築、エクシーズ召喚現れろ。ナンバーズ88ギミックバベット、デスティニーレオ、デスティニーレオのモンスター効果発動、オーバーレインユニットを1つ使い、これは別にどれでもいいな。ガーディアンオブオーダーを墓地の国カウンターを1つ置くぜ。このカードに3つデスティニーカウンターが置かれた場合、俺はデュエルに勝利する。そして無の煉獄使ってるんで、墓地に送られるわけですよ、ラーの人は。こうしといて、で先に遺言の仮面発動だ、遺言の仮面発動をデッキに戻す、デッキ戻す。でこれは使わなくてもいい、ギブアンドテイクセット。これで俺はターン終了、エンドフェイス。無の煉獄の効果により全てのカードは墓地に送られる。そしてお前のドローフェイス、俺様は最強のトラップカードを発動させてもらう。ギブアンドテイクを発動、ギブアンドテイクの効果によって俺は墓地のラーの人を選択し、そのモンスターをお前にプレゼントフォーユーするぜ。これあげちゃう、これこれあげちゃう、よし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 、いけるぞ。もう相手はモンスターを特殊召喚することはできない。そしてあのラーの人はアドバンス召喚をする場合、神のアドバンス召喚にしか使えない。これは来た、もらったろ、これこれもらったろ。悔しいでしょうね、悔しいでしょうね。君のデュエルは素晴らしかった、だがしかしまるで全然程遠いんだよね、僕に勝つには程遠いんだよね。あ、ここのゲームのどうでもいいよ。レベル4が3体並んだところで特殊召喚できないんで、あんまり意味がない、何の意味もない。アドバンス召喚はちなみに一応この次が出るからちょっと怖いけども、3200をシンプルに突破することはできないだろう。いやこれ守備表示にバトル、あのバトルなんだ、なるほど。あ、重い重い、リンクスが重い、モンスターデュエルリンクスが重い、やれ。あ、そういうこと、モンスターでこ、なるほど、モンスター効果発動、なるほど。これいやこれでもサンダードラゴンいるのかな、次のターンでこれあれなんだ、処理し
できないから待って、ツボタンって言ってこれで、で、これモンスターコが発動。これはオーバーライトを一つ使い、これによって、ディスティニーカウンターが一つまた置かれた。今このモンスターにディスティニーカウンターは2個、つまり次のターンディスティニーカウンターをが置かれた場合、俺はデュエルに勝利する。ふぅはははははははふぅ、あぶねえ。そっか、それ後回しとかできるのか。あぶねえ、今あぶねえ。それあれだったわ、獣だったら終わってたわ。あぶねえ。これ攻撃強じゃダメだ。あぶねえ、あぶら、あぶら。俺様のターン、ユニコミとデスティニーレオのオーバーレイトを一つ使い、デスティニーカウンターが3つ置かれた場合、お前はデュエルに敗北する。君のデュエルは素晴らしかった。だがしかし、まるで全然僕に勝つには程遠いんだよね。悔しいでしょうね。